埼玉西武ライオンズの山川穂高選手が東京都内のホテルで女性に猥褻な行為をした疑いで23日朝警視庁が書類送検したことが分かった。ガチでクソガチやんけ。山川穂高が山川尾綿になってもうた。 WBC に泥塗りやがって。示談不成立確定が。これ追放なる。マジでオリー君か。 WBC 映画終わったな。ざまあ、さすがに示談にしてくれないと栄光の読売巨人軍に行けないぞ。報道見てたら強制猥褻から強制性交等にパワーアップされてるが。強制猥褻致傷が強制性交になってるやん。俺が獲得調査。巨人行きの道が断たれたな。書類送検止まりなら逮捕なしだな。アンチ様。まだ書類送検だろ。書類送付まではジャニーの山下も言ってる。優勝メンバー強調されててくさ。お蔵入りや。2023WBC無事黒歴史になる。書類送検で首は無理やろ。50試合出場停止とかになるんちゃうか。森、山川、オリエ、ダブル移籍。